うん、いや、もう配信やる気ないんでね。配信はもう正直やる気ないんで。うん、いや、ほんとね、もう配信できることなら1年ぐらいやりたくないぐらいの気持ちなんでね。はあ、いや、なんかもうバカらしいっすよ。なんかふわっちでやっててもなんか。もう100万回ぐらいやってるけど、ふわっちでどんだけ頑張ってももうたかが知れてるんで。来る人の量がもう閉鎖空間だし。で、しかも何回も言ってるけど、もう投げる人、投げる人と投げない人って完全に分かれてるじゃん。ふわっちで投げ銭をする人、投げ銭を一切しないで無課金で無理人っていうのはもう完全に分かれてて、課金しない人は何やったって課金しないから。でも課金する人もなんかもう別に配信内容で課金するっていうより、なんかその結局、もうなんか自分の好きな配信者に決まって同じ人にその人が何やったって投げるっていうものが確立されちゃってるんで。そんな状況でもう投げる人、ね、課金する人がもう投げる人決まってるから、そんなところでいくら配信を沸かそうが、あと閉鎖空間だし、他のサイトに比べて人いないし。わあ、なんか通信エラー出る。でもそんなところでだって配信なんか頑張ったりしょうもなくなるもん。そう。だからもう別にやる気ないっすね。ふわっちっていうか、まあ配信自体。いやもう結果がだってさ、頑張った末の結果が見えてるからさ、何の、あれにもなんないっていうか、向上心が湧かないというか。まあ、ふわっちゃんって結局、もう炎上させて、あとはなんかもう適当にやってるやつがもう勝つんで、まともにやってもなんかバカらしいっすよね。じゃあやめれば黙れてめ。二度と来んなじゃあ。俺だってやりたくないのも一年ぐらいはやりたくないよ、少なくとも配信は。ただね、投げ銭をもらわないと収入を得ないといけないからやりたくなくてやってるんですよ。ほんと頭悪いよな、ずっとこんな話をするとやめればとかやつ。じゃあさ、じゃあてめえらはさ、ね、お前らはやめればすぐやめればとかいうやつは、ね、仕事をやってる人限定ですけど、仕事どんだけの人がやってるか知らないけど、俺の配信見てる人で。仕事やってて、うわ、仕事辛いな、やりたくねえな、今日行きたくねえな、とかっていう気持ちになると思うんですよ。で、そういう人に対して、じゃあ、そんだけ嫌だったら仕事辞めればいいじゃんって、言ってること全く一緒だからね。収入源をなくすってことだから。俺だって別にやりたくてやってないから。仕事と一緒なんだって、そこは。やりたくないけど、とりあえずやるっていう。それと全く一緒よ。別にやりたくねえよ、配信なんて。まあ、TikTok ね。もう TikTok もなんかあんまやる気ないんだな。確かにやんなきゃいけないかなと思うんだけど、ふわっちじゃ。もう、なんかもう配信自体が正直やる気ないっていうか。なんかさ、結局さ、TikTok 行ったところでさ、もう無理だと思う。正直。まあ可能性はね、ふわっちょりあると思うけど、なんか投げ銭還元率35%とかでしょ。で、ふわっちょりもさ、結局投げ銭還元率悪いし、で、TikTok のもう新規リスナーとか、まあ、もしかしたらその俺のなんだろう、そのね、その一部の動画が TikTok でもバズってるから、何百万再生とか言ってるから、もしかしたらその俺の動画を見てくれた人が、あの動画のやつじゃんってね、ワンチャン来てくれるかもしれないけど、でもなんか結局さ、なんかそれでもなんか毎日毎日配信を、なんかその一回なんかその野次馬っていうかさ、なんていうの、あの人じゃんみたいな感じ、きっかけで来てくれた人たちをとどまらせるぐらい、毎日配信を、なんだろう、その人たちに興味を吹くような配信を続けないと、結局その人たちも残ってくんないから。最初ね、あの動画のやつじゃんってね、来て、で、それで結局配信内容が結局ふわっちと一緒で、こんなつまんない雑談をずっと繰り返してるだけだったら、もう結局その人たちってすぐいなくなるから。まあ、結局意味ないんですよね。もう、かといって配信別に頑張るつもりもない、もうほんと、もうなんか疲れた、なんかいろいろ。なんかね、人生に疲れましたよ。まあ、仕事やってないお前が言うなとか言うかもしれないけど、言うやつもいると思うけど、なんかもう人生に疲れた、なんか。なんか配信ももう正直やる気ないし。
しかもね、結局 TikTok ライブって言ってもね、TikTok ライブだからね。まあ、結局やれることも限られちゃうのよ。生配信だと。だってフワッチと一緒やん。フワッチと一緒だって結局。生配信ってことは、じゃあ外配信とかして、なんか店とか入っても絶対電話されるから。動画だったらそういうことはないんだろうけど、ライブじゃなければね。そう。結局、なんか、TikTok 行っても通報するやつとかいるし、絶対。でも生配信はもうね、限界っすよ、もう、本当に。もう何もできないもんだって。どこのサイト行ったってアンチってついてきて、絶対電話するから。だからもうね、生配信だと俺もう無理だと思う、正直。もうそれこそだからもう電話とか、そういうの入んないとこでやんないといけないってなると、もう家か河原とかしかないから。もう家とか河原しかないんですよ、もう。店なんか行ったって絶対電話されるじゃん、間違いない。まあ、プラスもうやる気がないっていうのがあるから。ああ、もうね、もう無理かもしれない。僕の人生もう無理ですね。もう正直だんだん諦めてきた僕の人生はもう無理です。もうふわっちでもね、そんな稼げないし。なんかもう疲れてきましたよ、本当に。まあ配信をね、純粋に趣味でやってた頃は楽しかったんですけどね。もうやってて全く楽しくないしさ。もう最後配信楽しいなと思ったのいつだろうと思う。どんなことやってても面白くないですよ、配信やってて。もう苦痛でしかない。面白くない、全く。まあ、例えば昨日だってさ、なんかなんだっけ、あれ。あれ。ケンタッキー食べ行く配信とかしたけど、あんな配信なんかしたくないからね。これっぽっちもやりたくない。だってあんなのさ、見てる方つまんないじゃん、あんなの。ただ謝罪して、ケンタッキー食い食いだけど、よくこんなクソつまんない配信みんな見てるなと思うよ。まあ、純粋に俺自体に興味がある人が見てるだけなのはわかるけどさ。そんな配信クソつまんないよ。俺が逆に俺だったら絶対見ないよ、そんなクソつまんない配信。見どころなんもないからね。で、そんなの分かってんのよ。そんなの分かった上で枠取ってんのよ。いや、本当は取りたくないよ、そんな枠。これ見てる方つまんないだろうなと思うし、別にそんなつまんない配信やりたいわけでもないし、ただ枠つけとくだけで、ね、もしかしたら投げ銭が投げられるかもっていうお金のためにやってるだけで、お金とか1円も入ってこないんだったら絶対ないからね、そんな枠。絶対、そのつまんないしさ、もう見てる方がつまんないのわかるし、こっちもなんかそう思ったらもうやりたくもないし、なんか枠つけてるだけで苦痛なのよ、マジで。だからね、なんかね、やりたくないんですよ、本当に。もうね、無理ですよ、僕は。もう僕はもう、無理だと思う、正直。この僕の人生はもう無理だ。もう無理っすね。